ピアーン・ヨハン・デモスは、オランダ・デンハーグ出身のサッカー指導者。サッカー解説者。アートが個人名の通称で、デモスが家族名。つなげて発音されるために、アー・デモスに近い発音になるが、辞書の表記名として、アデモスがふさわしいかは議論の余地がある。1999年には、J リーグ、浦和レッドダイヤモンズの監督を務めた。 現役引退後、レオ・ベーンハッカーのアシスタントコーチとして、アヤックスで指導者としての経験を積み、ベーンハッカーの退任に伴い、1981年に暫定的に監督へと就任した。当初は、新監督就任までのつなぎとして考えられていたが、監督としての初シーズンでチームを優勝に導くと、シーズン終了後に結局そのまま正式に監督となり、 1985年の退任までの4年に満たない期間でサンドリーグを制覇した。その後、ベルギー、キロボルトメヘレンの監督に招かれ、1987から88シーズンには UEFA カップウィナーズカップ優勝という快挙を達成した。RSC アンデルレヒトに席を移した翌シーズンにも、同カップにおいて決勝までチームを導いている。なお、 この1988から89及び1991から92シーズンの2シーズン、アンデル・レヒトはリーグ優勝を果たした。1993年、母国に帰国し、PSV、アイントホーフェンを指揮するも振るわず、チームを転々とすることとなる。1999年、ファーストステージ終了後、 成績不振のため解任された原博美監督の公認として浦和レッドダイヤモンズに招聘された。ファーストステージの浦和は13位で J2 降格の可能性があり、デモス就任後も成績は振るわず、セカンドステージは5勝1分9敗で14位に終わった。この結果、年間順位で15位となり、チームは11月27日に J2 に降格。 契約更新の際、クラブは、翌年もデモスに監督を任せるつもりだったが、多くの選手が、デモス体制でやっていくことに反対し、j に降格の責任を取って辞任。翌年、キロボルト・メヘレンの監督に再就任するが、2002年には、再び活躍の場をアジアに求め、あるヒラルを指揮。2004年には、初の代表監督となる UAE 代表に就任した。 ありがとうございます。